18日に開幕する春の選抜甲子園。2年連続4回目の出場となる長崎日大の壮行会がおととい開かれました。中学高校の生徒およそ1500人が教室からリモートで見守る中、選手を代表して平尾大和キャプテンに選抜旗が手渡されました。自分たちができる恩返しは甲子園での勝利だと思うので、自分たちは初戦突破を目標に甲子園で長崎日大野球を見せつけていきたいと思いますので、これからもご声援よろしくお願いします。吉本楓生徒会長が生徒を代表して激励の言葉を送りました。去年の経験を力に変え、最後まで諦めない長崎日大の野球を全国に知らしめてください。私たちはチーム日大で応援しています。野球部は13日に出発します。自分が小さい頃から投げたかったマウンドで投げれるんで、そこはもう楽しみながら、まっすぐを意識させて変化球、自分の得意な変化球で空振りを取るっていうのを勝ちを求めてやっていきたいなと思います。盗塁を許せなかったり率を残せる打撃をやっていきたいっていうのはあるんですけど、チームとしてはまず初戦勝って、その勢いでベスト4まで行けたらなっていうのは思います。去年も自分普通のガッツポーズだったので、今年はなんかちょっと違う風にやっていこうかなと思いました。いや、良かったです。はい、ありがとうございます。楽しみな反面、結構まだちょっと自分の中でもちょっと緊張している部分もありますけど、ここからが本当にもうラストスパートだと思うので、そのチャンスでの一本というのを、その日大野球の強さを見せつけていけられると思います。甲子園頑張るぞ。よし。7年ぶり6回目の選抜出場を決めた海星。去年夏の甲子園では2勝を挙げ、ベスト16に進出。夏春連続出場です。甲子園で勝てるチームを作ることを目標に日々練習に臨んでいます。野球部を応援してよかったなと思えるような試合をできるよう、野球部もチーム一丸となって戦っていきます。先週金曜の壮行会には中学高校の生徒およそ800人が参加。野球部のほか、20日から福岡で開かれる全国選抜大会に2年ぶりに出場する男子テニス部に松田桃佳生徒会長がエールを送りました。皆さんが胸を張って今までの成果を出し切ることができるよう、海星ファミリー一同応援しています。自分は体が小さいので、全国の野球少年たちに勇気を与えれるように、当たり前の打球をアウトにして、やっぱりその延長線上にファインプレーというプレーが出るので、素晴らしいプレーをして勇気を与えていきたいと思います。甲子園では絶対に自分のピッチングというスタイルを崩さず、絶対に完封完投という目標を胸にチームを勝利に導きたいと思います。海星の野球は歴代ずっと守り勝つ野球というのが基本ではあるので、キャッチャーとしてしっかりとチームを勝たせられるようなプレーをして、先輩方の2勝を超えるということをまずは一番の目標にして、全員で勝ちに向かって前進していきたいと思います。加藤圭司監督や田川キャプテンは9日、他の選手らは10日に出発します。甲子園許せるぞ。はい。県勢初のダブル出場を決めた海星と長崎日大。出たぞ。第95回記念選抜高校野球大会は10日に組み合わせ抽選が行われ、18日開幕、決勝は31日の予定です。甲子園行くぞ。